マサムネ公は小田原へ向かうんじゃなかったのか。港に寄り道なんて一体何の用があるんだ。伊達政宗は港のどこかでポルトガル商人と密談しているようです。船の入手が目的かと。長宗我部元親たちの水軍に援軍でも送るつもりか。いいえ、伊達政宗の狙いは戦場からの無差別砲撃。まさか豊臣も北条も一度に壊滅させるつもりなのか。それで一気に天下をか。さすがにそりゃ無謀ってもんだぜ。諌める者がいなくなった今は政宗公を止めるしかないな。俺は誰とも慣れ合うつもりはない。政宗公に船を入手させちゃいけない。商人との密談の場を探し出すぞ。あれ、このお堂を見知っているんだ。倒して中の様子を確かめないとね。時間素行軍の見張りか。いかにも政宗公が密談をしていそうだな。時間素行軍の投資はここにはいないよ。他の場所を当たってみようぜ。ここにも見張りの時間素行軍。倒してお堂を捜索しよう。邪魔者は片付けた。さて、マサムネ公は。残念、ここにはいないみたいだ。他の場所も確認してみようか。このまま見張りの時間素行軍を倒していけば、そのうち政宗公を見つけられるかな。どうかな。一筋縄じゃいかない気がするぜ。驚くような場所にいるかもしれない。いたぞ、見張りの時間素行軍。まずは連中を片付け。素行軍は倒せたね。けど政宗公はここにはいないみたいだ。他の場所も確認するぞ。あっちに大きな船が見えるよ。政宗公が欲しがってるのはあれかな。ああ、間違いない。あんな船から砲撃されたら誰だって驚きそうだな。いいですね。いたぜ、政宗公だ。時間素行軍も一緒みたいだから。ここを嗅ぎつけた者がいるようだな。俺は引く。あとは任せるだ。待て、政宗公。あなたは本当に行かせに行く。死ぬに夜に違いだから。政宗公が争い時間素行軍を倒すのです。ここだ、恐れを来い。よっ
からじゃ。おいおい、このままだとばったり行くぜ。船の入手は阻止できた。しかし時間素行軍の大半がおとりだったとは。さすが政宗公、驚かせてもらったよ。姉妹連合、興味はない。今の戦いではっきりしたな。政宗公は時間素行軍と手を組んでいる。でもまだ本人と決まったわけじゃないか。やっぱり信じられない。政宗公が家臣を無下に扱ったり、天下のために無謀な策に出たりするなんて思えないんだ。僕は僕の目で本人かどうかを見極めてみたい。待て。カラちゃん、急にどうしたんだい？ヤマンバギリ国色だ。例のそっくりさんか。ああ、俺たちの様子を伺っているようだった。へえ、ま、今はそこまで気にかけなくてもいいだろう。あちらさんは俺たちのことが気になっているようだし、なら確かめる機会はまだありそうだ。